部長、こんにちは。いよいよ明日から、はい、14、15、16と3日間東寺園盆栽フェスが開催されます。はい。準備終わりまして、ちょっと暑さ対策でちょっとミストやってます、うん、はい、はい。もままでですね、こちらの方にずらーっと並んでます。ここら辺も東寺園の方の、すごいのが入ってますね。あ、これもすごい。ずーっと並んできて盆栽キューバチ、キューバチ、はい、あと T シャツも、そうです、ちょっと大きめの、はい、100周年記事です。これちょっとびしょびしょになっちゃいますね、ここね。でこちらに生徒商品、生徒商品がね、こちらにずーっと並んでます。はい、はい、新東さんコーナーから始まって、ちこぼのがいっぱいだーっと並んでます。あとね、向こうの方にも、はい、この一列向こうも、向こうもずっと並んでますんで、はい、お見逃しなくということで、こちらいや、こちらはですね、明日14日はですね、中華のあおちゃんが、お昼を用意してくれるということなんで、はい、お楽しみということですね。で、15日、16日は、時間は1時とかにしますか。1時ぐらいですか。午は早めにですね。うん、その後ろの場所で公開収録を。公開収録を、かんちゃんと、あと私もですね、はい、2日目、3日目やりますんで、普段どんなふうな間合いでやってるかとか、楽しめるかと思います、はい。で、今まであんまり宣伝しなかったんですけど、はい、中で、川崎先生も、あ、というか教室の公開ですね、はい、買った木をここでいじれるっていうことですね。そうですね。で、道具なんかもありますんで、まあ、川崎先生もおそらくいらっしゃると思うんで、はい、教えていただいてということで、はい、で、いつもここで当時園、あ、ごめんなさい、盆栽球の作業しますんで、盆栽球ごっこができる、ごっこができる、写真撮って、まあ、動画撮ったりして屋根に穴が開いて見えちゃってるけど見えちゃってるなんか2人やり取りしたりして、そうですねということで楽しめると思いますんで、はい、お時間間違いなく朝8時間、3日間やってますんで、よろしくお願いします。お願いします、はい。今回の目玉としてお安売りコーナーもあります。駐車場の方になってしまってるんですけど、こちらに置いてあるやつ、例えばこんなやつ、次のご用なんかも、いくら1500円、1500円、はい、やべ、こういった結構するですよね。するするな、ね、だからもう本当にお安売りが大きいものからちっちゃいものまで、ここ全部そうなんですよね。そうですね。心拍1000円、はい、はい、こういうものがここ500円でしょ、500円、ここ全部500円、こういうものがたくさんある駐車場コーナーも見て、ちゃんとレジ通して買ってください。そうですね。ちょっと帰れちゃいそうなんでねそこは皆さんの善意かもしれない、はい、安いんでよろしくお願いします。はい、じゃあ当日お待ちしております。よろしくお願いします。